はいども、はいど,うもはい、どうも、はい、どうも、はい、どうも、はい、お知らせの時間ですよ。お知らせの時間でございます。今月の話です。今月、十一月の十五日から十一月の十九日まで。十五着、十九発で。ブランベールナスさんに、また、あの、滞在します。滞在することになりましたので。お時間ご都合をつく。 方、お時間ご都合つく方々はぜひ遊びにいらしてくださいよろしくお願いしますお待ちしておりますそれでですねそれでですよちょっと続けちゃおうかイベントがあるんですよイベントがこれが11月の17日17日,17日なんですけど コスプレイベントまだねそのブランベルナさん面白いことをたくさんやるわけですよ恐竜だらけだけじゃないんだよとシノラメゴールドさんがいていつだってなんかいろんな子って楽しいことを見せてくれるよってそれだけじゃないんですよっつうことをまたやっちゃうんですよコスプレのイベントあのね17日のあのなんつうんだろう宿泊はもう貸し切り状態コスプレイベント関連で貸し切り状態にして やっちゃうそうです。日帰りのお客様もオッケーで宿泊のお客様もオッケーでナイトプールつって夜からねあのまあ、そのホテル内どこでもコスプレして写真撮っていいですよっていうことなんですけどプールなんかでも夜もね撮影できるようにしてくださるってゅうことらしいですよ。これ僕あのコスプレ業界に詳しくないんでコスプレ業界。 詳しくない。僕からしたらそれがすげえことかどうかっていうのがさっぱり分かんなかったんですけど、どうやらなかなかすごいことらしいです。夜もね。またプールでってもちろんね。そのいかがわしい。そんなん駄目です。あのそうだ。そうだ。その詳しい内容等々ブランベルナスさんのそのイベントも含めてブランベルナスさんのリンクを僕この動画の説明欄に貼り付けておきますんで、そちらの方でね。見ていただければ、あのより正確な情報がビットね。ビビっッビッとなってますんで、僕の今あのちゃんと覚えてる？あれだと。 曖昧な部分もあるからねあのぜひ見ていただきたいな17日ですよコスプレイベントはあの写真撮るだけとかはあのただ写真撮りてから見学してから来ましたみたいなやつはダメだったような気がするであの男性のカメラマンと女性の,あのコスプレイヤーというふうな感じこのセットだとこのコンビ このセット、このペアだと入場可能というか、宿泊可能というか、そんなことになってたと思います。まだ、あ、あの説明欄に貼ってありますから、そこを見ていただければあの間違いないと思うんですけど、で、なんこあの一人あれだったな確かな一人で宿泊の予約とかなるとあんまりにも。 あんまりにもその予約が殺到しすぎた場合ですよあいう部屋になる可能性がありますということでしたけれども僕はの宿泊の状況まだまだというか把握しておりませんのでもうそちらについてはピピピッとまたまたお電話等々であの、ね、下に貼りつけておきますから <laughs> 説明欄に村上那須さんの,そのイベントのなあれとかのな あれとか貼り付けておきますからそこからこうやって行っていただいて見ていただいて問い合わせお問い合わせをしていただけたらなというふうに思うんですけどなな <laughs> なかなか面白いイベントだなっってて僕は思ってますよあの最近あの渋谷のね僕はも,もうそこからもう,もう最新の情報ですよ最新のハロウィンで大「大変だ大変だ」っつって日本人のハロウィンはどうなってんだっ,ってさもうとさ大騒ぎになってるじゃないですか。 お茶の間でも家族の話題といったらもうその付きそればっかりでしょうね「おい君よ」「君よ」君よかどうか知らないですけど「太郎」でも何でもいいんですけどね「お前今まだ8歳だけど」大きくなって東京行ってね大学に進学するって東京に出ていたとしよう19歳18歳19歳でハロウィンお前の誕生日はあの12月だからハロウィンの時期はまだ18歳なんだよ」 そんな時期にねハロウィィンだハロウィンだっつってもうそうやって行って大変なああいうのに巻き込まれてこんなことするんじゃないよって男の子にもこんなねそんな風に言うぐらいだからってその妹の花子には花子さんにはね「あ,のあんたもね」っつって大人になって大人になって東京に行って「ハロウィンだハロウィンだ」っつって「コスプレだコスプレだ変装だ変装だ」っつって行ってそうやってって変な事故に巻き込まれたりとか。 痴漢されたりとかもうそんな大変だよそんなことするんじゃないよつってね言ってもいいけどもうちょっと用心してやりなさい鉄の鉄まあ分からんけどそうやってやりなさいとかそういう話もお茶の間でもあれでしょうよそんなねもう危険なことがないっつうんだから盗撮とかもう堂々と取っちゃうんですから盗撮じゃないんでもう記念記念じゃないな何だもうプ,ロプロというかもう専門家の方々が集まるわけですから専門家 好きな方々分からんなもう正直コスプレの社会が僕はまだ分からんな全然もうそれも含めて僕はあの行って教えていただいたりとか日頃どんなところでどんな活動をされているのか、ね、そりゃそうですよね突然ね街中に現れちゃったらびっくりするでしょうから皆さんねまあその安心してブランベールナスサンダーと今回の11月17日だと安心してコスプレを楽しんで写真撮ってくれる方と一緒に お互いに取り合いかとかするのかな、コスプレ業界の方々、いやー、カメラ専門の方、変身専門の方。コスチュームを着るの、専門の方って分かれてるのかな、まあ、そういうのも聞いてみようかね。まあ、そうやって、楽しいイベントがあるわけですよ。今月ですよ。もうすぐですよ。十一月十一日ですよ。木島は十五着の十九発です。また夏に滞在します。大好きな夏に。いきます。ブランベルナさんのイベント。十一月十七日。 コスプレイベントが開催される木島も行ってるよっちゅうお知らせの動画でした。もう一度言います。詳しいこと、正確な情報は動画の説明欄に貼り付けておきますので、リンクをね、もうそれを丸ごとっていうんじゃなくて、リンクをね、多分ね、貼り付けておくってことにしますんで、ぜひ皆さん、まずは見てみて、そしてお時間ご都合つく方は、ぜひ遊びにいらしてください。おお待ちしてりります何よりも 木島が楽しみにしておりますそれでは